縄では梅雨空が続いております。まずはいただいておりますリポートをご覧ください。沖縄県中上郡北谷町の方からです。小雨がパラパラ、そしてムシムシとしたような朝ですと動画のリポートをいただきました。現在雨足強まっているようなところもあるんでしょうか。現在のアメダス降水量を見てみましょう。この時間はですね、トカラ列島のアメダス中之島で1時間で22ミリの強い雨を観測しています。今日に入ってから、どのくらいの雨一番強く降ったタイミングであったかというと、ご覧のようなエリアで、20ミリ前後の強い雨が、降っていたという状況ですね。この状況を もたらしているのはこの、梅雨前線、そしてその北側にある動きの遅い低気圧、この周辺で非常に湿った暖かい空気が流れ込んで雲が発達しやすくなっているためなんですけれども、特に発達した積乱雲に当たる部分はですね、梅雨前線付近および前線よりも南側へや東側の方に、中心を移していますので、沖縄本島などからはちょっと、海の上の方に離れている状態、一旦離れている状態です。はい、今夜以降また先島で強くなるタイミングがあり、明日になると前線の北上とともに先島及び沖縄本島、そして、奄美方面にも強い雨の範囲が拡大します。今日に関して見ますと南大東ですとか、あとは小笠原諸島方面が中心になりますけれども、明日は再度沖縄諸島方面、南西諸島方面も激しく降る可能性あります。時間にして50ミリ前後の激しい雨、ないしは非常に激しい雨の可能性も出てくるということで、落雷、突風、そして土砂災害、河川の増水、低い土地の浸水、こういったところに、引き続き注意をしていただきたいと思います。生活への影響も考えられそうですので、安全なところでお過ごしください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。